皆さんこんにちは、ブザービーターの岩本です。今回はこちらのナイキデュアルフュージョン BB を紹介していきたいと思います。ミッドソール外側のフレームは硬くし、内側のフォームは柔らかくするなど、2つの密度と硬さの異なる素材を組み合わせたミッドソールとなりました。これがこのデュアルフュージョン BB という名前の由来になっております。アウトソールは地形のようなパターンとギザギザとしたヘリンボーンパターンを部分的に6箇所使用しております。またこちらの2つの屈曲する溝により縦方向のグリップ力が格段に強くします。アッパーにはプレー中の発汗により湿気が困らないよう通気性に富んだブリーズテックアッパー構造を採用しております。光にかざすと中が見えるくらい通気性がとてもいいです。この構造により重量も27センチで345グラムととても軽く仕上がりました。クッション性、通気性、軽量性とどれも優れた機能を持っていて、7390円ととてもコストパフォーマンスに優れた一足になっております。ぜひどうぞ。